リーブラケットはアメリカ合衆国の SF 作家、脚本家、女性であるカリフォルニア州ロサンゼルスで生まれ育った。1946年12月31日、31歳で同じく SF 作家のエドモンド・ハミルトンと結婚。結婚当初はカリフォルニア州サンガブリールに住んでいたが、間もなくオハイオ州キンズマンに移住。1978年、 カリフォルニア州ランカスターで死去。20代半ばに小説家としてデビューした。デビュー作マーシャンクエストはアスタウンディング千1940年2月号に掲載された。デビュー後3年間が最も多作な期間だった。中には地球の重症帝国の拡大が異性の土着文化に及ぼす影響を描いたザシタデルオブロストシップスのような社会的テーマの作品もある。 諸女長編、非常の裁きは、レイモンド・チャンドラーの流れを受け継いだ、ハードボイルド小説であり、1944年に出版された。この小説をきっかけとして、大きな脚本の依頼が入ってくることになった。同じ頃ブラケットの SF 小説はより野心的なものになっていった。シャドウ・オーバー・マーズは、初の長編クラスの長い SF 小説で、 荒削りだが新たな作風の確率を予感させるものだった。その人物造形は1940年代の探偵小説やフィルムノワールドの影響を強く受けている。後に恐怖の火星争奪戦として単行本化されている。エドモンド・ハミルトンと結婚した年である1946年赤い霧のローレライがプラネットストーリーズに掲載された。ブラケットは 映画、三つ数えろの脚本に取りかかるため、この小説の前半だけを書き、残りを、レイ・ブラッド・ベリに託した。映画脚本家としての仕事から、SF 作家に戻ったのは1948年のことである。それ以降1951年まで、これまでよりも長い SF 冒険小説を書き始めた。この期間に書かれた作品としては、 ザムーンザットバニッシュどのような古典的設定のものや長編クラスの長さの C、キングス・オブ・マーズがある。後者は後にリアノンの魔剣として単行本化された。水が蒸発する前の海のある火星を鮮やかに描いた作品である。クイーン・オブ・ザ・マーシャン・カタコムズには後にブラケット作品によく使われるようになるキャラクターであるエリック・ジョン・スタークが初登場した。スタークは 地球出身の孤児で、彗星の原住民に育てられたが、その育ての親は後に地球人に殺された。彼は地球の役人に救われ、その役人がスタークの死となる。1949年から1951年まで、スタークは3作品に登場し、いずれもプラネットストーリーズに掲載された。その後ブラケットの作風には愛観が伴うようになり、 文明の滅亡を嘆くような内容の作品が多くなった。プロットよりも雰囲気を重視するようになる。このような変化は題名にも現れている。1955年夏、ブラケットの SF 作品をいつも掲載してくれていた。プラネットストーリーズが廃刊となった。同年、スタートリングストーリーズ誌とワンダーストーリーズ誌も廃刊となり、 ブラケットの SF を掲載してくれる雑誌がなくなった。このためブラケットの SF 作家としての第一期が終焉を迎えた。その後10年間は新作がほとんど出ず、古い短編を長編化して単行本として出版している。この時期の新作長編、長いアは評論家から絶賛されている。各戦争後のテクノロジー恐怖症に陥った濃厚社会を描いた小説である。 しかし、1955年以降のブラケットの執筆活動の中心は映画及びテレビの脚本となっていた。1963年と1964年には以前のような SF 作品を2作発表している。その後再び約10年のブランクを経て、エリック・ジョン・スタークの登場する三部作が出版された。ブラケットの作品の多くは、スペースオペラ、または、 惑星冒険者に分類される。ブラケットの小説の舞台となるのは1930年代から1950年代の SF によく見られた架空の要素にあふれた太陽系である。火星はギリギリ居住可能な砂漠の惑星で、古代には大敗的なヒューマノイドの種族が住んでいた。金星は原始的なジャングル惑星で狂犬で、 原始的な種族と大型爬虫類のモンスターが住んでいる。さらに、そこにファンタジー要素を持ち込んだ作品もある。火星を舞台にした作品は、エドガー・ライス・バローズの影響が顕著だが、火星の描写は大きく異なる。ブラケットの描く火星は、惑星間の貿易を行っており、他の惑星と競合している。ブラケットの大きなテーマの一つは、文明と文明の衝突であり、 植民地主義が文明に与える影響を描き批判している。バローズの場合、主人公は自身の信念に従って他の世界を改造しようとする。一方ブラケットの描く主人公はそのような大きな流れや動きに対して批判的である。ブラケットは SF の執筆を開始した後、まもなく初の脚本を手掛けることになった。ハリウッドの監督ハワード・ホークスは、 ブラケットの長編、非常の裁き置きに、入り、秘書に、このブラケットという男を呼び寄せさせ、三つ数えろの、脚本を書いていたウィリアム・フォークナーを手伝わせようとした。このハンフリー・ボガート主演の映画は、ハードボイルドの傑作とされている。しかし、ブラケットは結婚後しばらく脚本家としての活動を、やめている。1950年代中頃に、 脚本家としての活動を再開すると、テレビと映画の両方で活躍するようになった。ハワード・ホークスが再びブラケットを脚本家として雇うようになり、リオ・ブラボー、ハタリ、エルドラド、リオ・ロボといったジョン・ウェイン主演作品で脚本を手掛けた。脚本家デビューが3つ数えろだったことから、ロバート・アルトマンは、レーモンド・チャンドラーの長いお別れの再構築をブラケットに依頼し、 映画、ロング、グッドバイとなった。ブラケットは、スター・ウォーズエピソード後、帝国の逆襲の脚本を手掛けた。この映画は1981年のヒュー号賞ーを受賞している。この脚本が、ブラケットの遺作であり、SF の脚本もこれが最初で最後だった。ただし、この脚本で、ブラケットの果たした役割についてはいくつか論争もある。ジョージ・ルーカスが、 自身のストーリー概略に基づいた脚本をブラケットに依頼したことは確かである。ブラケットが書稿を書き上げ、ルーカスに渡したことも事実である。しかし、その直後の1978年3月18日、ブラケットはガンが元となって亡くなった。ルーカスは脚本を2回練り直した後、レーダース、失われたアーク、規に2匹続いて、 ローレンス・カスダンに仕上げを依頼した。最終的には、脚本家として、ブラケットとカスダンが名を連ねることになった。多くの表者がセリフや、スペースオペーラ的思考に、ブラケットの影響の痕跡があるとしている。しかしローラン・ボーゼレアウの、スター・ウォーズ・ザ・ロテーティドスクリーンプレーズには、ルーカスが、ブラケット脚本の展開を気に入らず、一から書き直したとある。 ルーカスがブラケットの名をクレジットしたのは、病床のブラケットがなした仕事への権威あるいは行為を表したものだとか、単に契約上の義務だったという説もあるが、すべては憶測である。2000年にブラケット作品の短編集マーシャンクエスト、ザーリーブラケットを出版したスティーブン・ハフナーは、ブラケット脚本を読んだことがあるとし、最終的な映画には全くその痕跡がないと述べている。 このブラケット脚本は出版されたことがないが、2箇所で閲覧可能である。一つは、ボーテールズにある東ニューメキシコ大学の図書館だが、貸し出しやコピーはできない。もう一つは、ルーカスフィルム内の書庫である。ありがとうございます。